皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は7月の22日です。今日はですね、こちら長ネギの圃場に来ておりまして、土寄せしております。今こっち側ですね、画面向かってこちら側が今土寄せしてきたところで、こちらがこれからやっていくところです。こちらがですね、平畝状態っていうか、まあ、ちょっとした山が作っている状態なんですけども、まあ、ほぼ平畝っていう状態です。そしてこちら今やってきたところが、おおよそですけども中山と小山の中間くらいですね、まあ、中山に近いかなっていうような、ちょっと山ができてて M 字に近い V 字に近い、そんな形でやっているっていう形です。今回の動画に関しましては、こちらの今のネギの状態をお見せします。そして今こういう状態だから今この状態で待っているっていう形ですね。この土寄せのやり方をやっているっていうのをお見せしてきます。ネギの生育に合わせて土っていうのは寄せていくもんだと思うんですけれども、じゃあどういった状況で私が今これやっているのか、私はもうほぼほぼ清水さんに教わった通りにずっとやってきているんで、そのやり方をお伝えしていきたいなというふうに今日は思っております。まあ本当にね、今これせっかくやってるチャンスだったんで、今動画緊急でちょっと回してるって形なんですけれども、まあそれに伴って根っこの状態もお見せしてきますし、根っこが切れているんであればやっぱりちょっと防除もしていかなきゃならないんで、その防除の体系っていうのかな、そのあたりをお伝えできればいいなというふうに思っております。それではどうぞ本日もよろしくお願いいたします。やってみましょう。それではね、まず圃場の状態見ていきましょう。ちょっとまだね、乾ききってない状態です。ずっとね、天気が悪くてなかなか乾かないんですよ。カラッとね、こんな形でね、ちょっとしっとりで寝ています。今ちょうど分かれ目、こっち小山、まあ中山中間くらいかな、でこっち平ですね、そんな形でございます。今ずっと雨降っててちょっと湿ってるんでね、ふわっとしてる感じもありますし、やっぱりちょっと伸びてきて土かぶしてちょっと土動かしてね、火を入れてこう酸素入れてこうっていう形でございます。昨日ここやったんです。夕方に若干根っこ見えてますよね。やっぱりね、平らで待つと、清水さんの動画でもお伝えしてきたんですけども、ここでやっぱり一応根っこはあるんだけども、この下ずっとこう来てるっていう形なんですよね。まあ40センチくらいで4日、それくらいで下つながってしまうくらいまで伸びているという感じで、まあ今こういう状態で若干根っこが切れている、でもブチブチこう切れてる状態ではないという感じですよね。なので私が思うのは、どのくらいの生育でどのくらい根っこが下来てるのかってことはやっぱりね、把握しておかなきゃちょっとダメかなって感じです。10センチで平らで待てばもうこの真ん中ぐらいまでこう根っこ来てるよっていう形なんだけども、それでもこの状態見ると真ん中あたりくらいなんだけども、根っこ切ってもそこまでこうダメージないような状態です。わさってこう出てるような状態ではないからね。ちなみに雨降ったあと雨降る前っていう形で違いは出てくるんですけれども、土動かすんであれば翌日がやっぱりね雨の日ってことでやると、まあダメージは少ないです。あとは夕方なんですよね、やるとすれば。朝方というか昼間にやってしまいますと、これまたね水の蒸発とかそういう関係もあって乾くじゃないですか、昼間にやってしまいますと。そうするとやっぱりね、昼間にやってしまうと乾燥してしまって根っこにダメージいってしまう。夕方やると土をこう動かしておいてあってもそれ以上乾くことがないから根のダメージは少ない。やるんであれば雨の日の前の日感じかな、でやって次の日が雨って形、夕方にやっておいて根っこにダメージが少ないような形、土を動かすっていうのがやっぱりいいのかなっていう感じはしますね。8月の本当にこう暑い日に動かす手前っていうのかな、本当に涼しい時を狙っておいて山を作っておくっていうのが大事ですという形、清水さんにね出演してもらった時の動画でお伝えしてきたことがこういうことかなと思います。この平らの状態でずっと待っておくっていうのがやっぱり一番良くないよ。これがねやっぱり一番太るっていうのはね、この隙間っていうのかなが空いてるんで、葉っぱが横に伸びやすいからこう太ってくるっていう状態なんだけれども、それでこの状態でやってしまいますと根っこと根っこがつながってしまって、本当はこれで待てればいいんだけれども、ダメージはでかいですし、何より大雨が来た時にこの状態で待つと本当にやられちゃいます。倒れるプラス雨が溜まってしまうって言ったらいいのかな、ここでね、こういう風にやっておくとここで逃げることができる。そこにも水入るんだけれども、ここで逃げることができるから、平らで待ってしまうと逃げ道がないんですよ、水のね。はけるははけるんですけど時間経てばね。でもそういう待ち方してるとやっぱり難破にかかりやすくなってくるかなっていうのが私の印象ではありますね。去年ここもね本当に何回も言ってますけど水没してるんで、水没してても畝さえ上がっていればダメージは少ないんじゃないかなというふうに思います。
余談ではございますが、こちらが今待ちの状態のネギでございます。この状態で今待ってて、そうですね、8月の一匹でニエルができてれば土をかぶせていきますし、できてなければこの状態でまだしばらく待つという感じですかね。これ品種はですね、ここ幸運だね、幸運っていう品種でございます。今ですとね、まだ細いね、太いのと細いのとちょっと混在してる感じかな、今のこの感じだと。でも大体一緒かな。まあもちろん若干の生育差はあるんでね、なんとも言えないところだけども、この状態で待っているっていう感じですかね。本当にね、草も生えずに今この状態で待っていられるんで、タイミング大事よねっていうね、そんな感じでございます。病気も今のところは見えないという感じでございますからね。これやった時には皆様方にね、前もお伝えしたんですけども、極み肥料と超微生物やって、今この状態で待っててネギに頑張っていただいてるっていう状態かな。ではちょっとね、管理機の方の爪のセッティング、今こっちの平腕の状態をこっちにしているセッティングですね、これをお見せしていきますね。そこのあなた、高評価コメントもよろしくね。この爪です。今ね、中高ローターのここでこう分離するタイプかな、これね。1枚とか、これ2つか、2ブロックの爪って感じになるのかな、これだとね。なんて言ったらいいのかちょっと分かんねえけど、外側からこれですね、外向き内向きですね、外向きで内打ちっていう感じの今状態でございます。この状態でやってくるんだけども、これで下がってきてるんですよ、バックでね、下がってきてる。そん時に晴天です。なのでこういうような形だよね、こういう形でやっているっていう。でこれでバックしてきてるって感じです。そうするとどういうことが起きるかっていうと、ここでこう土上がるでしょ、こうやって土が上がる、まずここに当たるんですよ、このハイド板に当たって土が上がってくる、それでバックしてくるっていう形になるんで、ここで当たって前に出る、前に当たった土がこぼれる感じですね、こぼれてこの山ができるっていうような感じかな。全部外に向けると全部外に行っちゃうから、途中この中に入れていこうことによって根を隠してるっていう状態、根切れるんだけれども、この状態多分根切れてるんですよ、多分っていうかさっき見したで根切れてるんですよね。根切れてるんですが、ここで1枚内側に入れることによって根っこが隠れながら来ることできるんですよ。もう一枚外なんだけれども、この中で根っこ切って外に寄せながらこぼしながら進んでくるんだけども、バックでね、内側に何枚かこうやってしておくことによって根っこ隠しながら進んでくることができるっていうようなセッティングかな。そんな形でやるとこういう感じで下がってくることができる。清水さんに出てもらった時の動画でも言ったんだけれども、この隙間ですよね、この隙間、この根っこの中心からここの差、この山の隙間が20センチあると競争するってことになりますから、土の山とこの葉っぱが競争する。そうすると上に伸びてしまう形ですよね。でこれの隙間があればあるほどいい、だから平畝が一番いいわけなんだけども、平畝で待つっていうことは、先ほども言った通り根っこがつながってしまって管理機で寄せてくる時に切ってしまうリスクがあるんで、こうやって山を作ってここに逃していくっていう形、根っこをね、こういう状態を作ることによってずっと待つことができるし、ロロックスかけてておけば草も生えてこずに待てるっていう状況でございますね。これが清水さん言ってることなんだけれども、こういう形で実践しているという形ですね。こんな感じでやって、少しね、被る程度なんですわ、こういう形。見えるかな？こんな形でやると、うまいことね、いけるんですよね、こうやってね。防除なんですけれども、根っこ切ったらやっぱりね、防除はしておきたいところっていうのは皆様方あるかなという、時期的に言えば北海道で言うとやっぱり寒暖差激しいですよ。朝寒いです、結構北海道はね、まだね朝寒いんだよね。今朝なんかもすごく涼しかったんで、この寒暖差でやっぱり梅雨つくんですよ、夜梅雨っていうかね、それでやっぱり濡れちゃってる朝状態ですし、寒暖差でやっぱりカビも生えやすくなってくるっていう状況ですから、ベトであったりとかね、あと、まあ、時期ではボトリチスとかね、そのあたりかな、やっぱ出やすいんですよね。まあ、サビはまだちょっと先かな、もうちょっと寒くなってきてからの時期、9月とかの時期ですし、ちょっと肥料が切れてきた時くらいに出やすいのかなって気はしますよね。なので今の時期ですと、やっぱりベト病予防とか、そのあたりをやっぱりしっかりとかけていくっていうのは大事かなっていうのはありますよ。そしてこれからの時期やっぱりね、雨も降ってて気温が高くなってくる時期、本州なんかだともうそういう時期なんでしょうけども、やっぱり南部病であったりだとか、そのあたりですよね。北海道でもやっぱり雨降って、これからの時期ですとやっぱりそういったものに気をつけていかなきゃいけないという形でございます。なので8月に入ってからかな、私の場合ですので、この状態であれば8月に入ってからもう一段階土上げた状態で、前の動画でも言ったと思うんですけども、マスターピースとそれからカセットですね、これを洗えていくっていう形になります。今止めてる方ですよね、してちょっと成長してる方はもうそれやってあって、今待っているっていう状態ですね。これで待ってていい状態で土の方をね、かぶせてあげれれば、白根もしっかりできて太い根ができてくるっていう形になってきますね。
そんな形でやっていくっていうのがね、その防除体系でございます。またね、防除体系でこういった時にはどういったのが薬いいのかなっていうのがあれば、またねコメントいただければお答えすることもできるでしょうし、 DM それから Instagram とかね Twitter やってる方はそちらの方で DM とかいただければお答えすることも可能かなというふうに思いますので、よろしければ、ね、そちらの方もします。今回の動画は以上です。いかがだったでしょうか。皆様とねご視聴、コメント、高評価、低評価、本当にねありがとうございます。励みになっております。それから私、先ほども言いましたけども Instagram、Twitter こちらもやっておりますので、よろしければそちらの方のフォローもぜひねお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも皆様のご視聴ありがとうございます。バイバイ。したっけね、ご視聴ありがとうございました。